こんにちは、奥中誠です。2019年も終わりを迎えるということで、今年どんな1年だったか振り返ってみようかなって思うので、今年の3大ニュースを発表したいと思います。第3位、ズルルルルルルルダン3位は、甥っ子に嫌われたなんか私、姪っ子2人と甥っ子1人がいるんですけど、甥っ子は多分2歳前ぐらいのお年なんでしょうかね。なぜか私めちゃくちゃ嫌われてて、マコのとこに抱っこおいでって言ったらってやるんですよ。で、私あんまり子供に嫌われること自分でも言っちゃあれなんですけど、なくって、初めて子供に嫌われたので悲しくって、でもなんか楽しくなっちゃって、わざとしつこくしたら余計嫌われた。第2位は、私18ぐらいの時に六本木の駅で、日比谷線のホームで、電車とホームの間の隙間あるじゃないですか。結構隙間広いじゃないですか、電車とホームの隙間って。そこに足をはまっちゃってバーンってこけたことがあって、で、大事なその撮影ずっと1年間やってたんですけど、傷を負いながら1年間それで撮影したっていうのがあって、もう今年はやらないだろうって思ってたんですよ。7年後ぐらいにまたやるっていうしかも同じ六本木と、六本木の日比谷線のホームの間、その電車とホームの間、同じとこだったんですよ。多分もう行くなってことなのかも。だからもうなんか結構どちらとも、その六本木、レコーディングとか、その仕事で行ってた時に毎回怪我してて、だから私仕事で六本木行くのはダメなのかもしれないです。第1位、 YouTube を始めた。こんなに喋りが不得意な私が一人で喋るっていうもう昔じゃ考えられないことなんですけど、まさか自分が YouTube を始めるとは思いませんでした。なんか見る側だったから、 YouTuber さんとかをそう見て楽しんでたから、いやまさかね、自分がこんな一人で喋り続けるなんて想像もしてなかったです。なんかほんと割と普段からあんまりわーって喋る人間じゃないんで、なんか変な感じ新境地こんなに喋る自分を動画で見てんのがすごい面白い感じですかね。っていう、2019年も平凡すぎる1年でした。でもそれが良いんではないでしょうかはい、そんな感じで来年もよろしくお願いいたします。じゃあ、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。来年もよろしくお願いします。良いお年を。バイバーイ。めっちゃよく締められたやっぱさ、来年もよろしく、良いお年をってなんかすごい1年の締めで一番好きかもしれないよし、今年が終わったってなる。はい、そんな感じでバイバーイ